ロースクールはアメリカ合衆国における法学教育機関である。放送要請を主たる目的とする。通常、学士の学位を取得した上で入学する専門職要請大学院として位置づけられ、留学生などを除くと3年間のカリキュラムが一般的である。ただし英語でロースクールというときは、おおよそ法律学を教授する高等教育機関全般を指し、 この意味では、日本の法学部も含まれる。一般的に、法科大学院と訳されることが多いが、パラリーガル等を要請する、学部段階の過程を有するものもあるので適役でない、場合もある。正義の女神開拓時代の合衆国では、放送希望者のための専門教育機関というものは、なく、英国へ渡り、放送院に通って、教育を受ける者も,もいたが、ほとんどは、 実績のある弁護士の下で、見習いや法律事務員として働き、経験を積んだ後独立するのが通常であった。独立戦争後になると、見習いや法律事務職員の教育を行っていた、法律事務所が協力して、1784年、コネチカット州のリッチフィールドスクールをはじめに、各州に、ロースクールが姿を見せ始めた。 1865年に南北戦争が終わると、合衆国全土に鉄道が引かれ、著しい経済発達を遂げるようになり、それに応じて法的な需要が激増し、その需要に応じる形で、ロースクールの数も1850年の15校から1900年には102校まで激増した。当時のロースクールは講義形式の授業を採用しており、 履修期間も1年間と短かっただけでなく、学士課程を修了している必要もなく、各州の教育レベルは、まちまちで中には、弁護士試験が簡単なことに乗じて、鋭理的で質の悪いものも、まま見られた。そのような状況下で、1870年、ハーバードロースクールは、原則として、学士の取得を条件とした上で、入学試験を厳格にし、 1871年には、ロースクールの履修期間を2年間に引き上げ、1876年には、さらに3年間に引き上げた。その上で、ケースブックを使用する、ケースメソッドと、教授と学生の議論を重視する、ソクラテスメソッドを組み合わせることにより、法的能力の向上を図るという教育革命を行った。この形式の教育方法は、 クリストファー・コロンブス・ラングデル教授によって発案された、タメラングデル式教育方法と呼ばれたが、これが次第に全国に広がり、現在のロースクールの原型が作られた。アメリカ合衆国のロースクールは、主として、アメリカ合衆国内の一般の学生を中心とする、JD の家庭の学生と、合衆国外からの留学生等を中心とする、 LLM の家庭の学生で構成されている。日本人の留学生は LLM の家庭に入学することが大多数であるが、アメリカ合衆国において、ロースクールという場合、一般的には JD の家庭が年頭に置かれている。ロースクールに入学を希望する学生は、各種メディアが公表している。ロースクールのランキングを参考にする場合が多いが、 JD の過程を評価したものである。JD と LLM の構成比率は各、ロースクールによって異なり、LLM が極めて少数のロースクールもある。また、工述のように、ロースクールによっては、MCL、または、MCJ 等の他の学位取得のための過程が別途存在し、合衆国外の各国から招聘された方学者の、 研究員や交換庁及び企業からの派遣者、定型大学における単位交換留学生等も、授業等に参加している場合もある。主要、ロースクールにおいて、JD の学位を取得すれば、アメリカ合衆国の各州の司法試験受験資格が得られる。JD 課程を修了した学生はいずれかの州の司法試験を受験し、弁護士等の放送の道に進むのが大多数である。 ジュリス・ドクターは、メディカル・スクール、ビジネス・スクールと同様、学部卒業者を対象とする、専門職養成大学院として設置されている。教育年限は、通常3年であり、修了者には、ジュリス・ドクターの学位が与えられる。この学位は、元来、LLB と呼ばれていたものを1960年代に、シカゴ大学ロースクールが、名称を変更したところ、 他のロースクールも追随して、これに習ったという経緯がある。この名称変更は、メディカルスクールの臨床医養成家庭修了者に、付与される、ドクター・オブ・メディスンとの均衡を図り、ひいては放送も、医師と同様に、ドクターの継承をもって呼ばれる、社会観光の確立を基としたものだった。ただし2020年現在の米国においても、弁護士あるいは、ジュリス・ドクター保持者を、 ドクターボーと呼称する観光は確立されていない。アメリカ合衆国における大学には一部限定された範囲で法律を中心に教育する学部はあるものの、日本の法学部に相当する家程は存在せず、従って、ロースクールの JD 課程に入学する学生の学部段階における専攻分野は様々であり、通常はロースクールに入学後に、 初めて学問としての法律に触れることとなる。学部を卒業後、直ちに、ロースクールに進学する学生もいるが、企業等で数年働いた後に入学する学生も、多い。JD 課程の学生は20歳代前半から、後半にかけての学生が大半である一方で、放送以外の分野で、長年経験を積んできたものが転身して、ロースクールに入学する場合もある。 JD 課程の入学者選抜においては、学部段階における成績に加え、l s a クにより、全米で統一して実施される LSAT のスコアが用いられる。トップスクールと呼ばれる一流大学のロースクールに入学するためには、学部試験及び LSAT において、高成績を取得しなければならない。JD を取得した者やアメリカ合衆国外で、JD に相当する。 法律教育を受けた者を対象として LLM 課程を設置しているロースクールが多い LLM 課程は通常1年間の課程である LLM 課程の中には JD を取得したアメリカ人学生を中心に教育するところもあるが多くのロースクールにおいては LLM 課程は外国で法学教育を受けた者を主たる対象としている外国の学生が LLM 課程に入学するために、本国で最初の法学教育を卒業していることが要件とされ、卒業した教育機関の教員等からの推薦状が求められる。日本からの留学生の場合、この要件は、2010年までは、日本の大学の法学部卒、2011年以降は、何らかの学士に加えて、法務研修及び司法研修所の修了証書、あるいは、 何らかの学士に加えて、法科大学院を修了したことにより満たされる。また、英語を母国語としない入学希望者は、ロースクールが定める、一定の基準を超えるトーフルのスコアを取得することが、要求される。日本人が、ロースクールに留学する場合、LLM 課程に入学することが大多数である。日本の弁護士資格を有する者や、裁判所、 検察庁を含む観光庁からの派遣公務員、日本の大手企業の法務部門の担当者等が目立つ。ロースクールによっては、修士の学位を比較報修士としているところもある。LLM 修了者を対象とした法学博士課程もあるが、アメリカ人でこの課程に進学するものは稀であり、大半は法学研究者を目指す外国人留学生である。 SJD との混乱を避けるために、ジュリス・ドクターは、通常、法学博士とは翻訳されない。ロースクールにおける下半の授業では、ラングデル式教育方法が取られている。そこでは、ケースブックと呼ばれる、分厚い、判例集が、テキストに指定され、その内容に沿って授業が進められる。テキストの内容は様々ではあるが、事実認定については、 問題がない法律審の判例が選ばれ、法律についての簡単な解説がなされた後に、当該法律に関連する事例の判決文がそのまま掲載され、延々と判決原文が続くというものが多い。主要科目のケーステキストは、概ね1000ページ前後にも及び、重厚なものである場合が多い。教員によって、授業の深度の違いはあるが、学生は、 このケースブックを1科目につき、週平均40ページから100ページ程度を事前に読んで授業に臨むよう求められ、一人では到底、消化ができないため何人かのグループを作り、そのメンバーで手分けをして予習し、議論をした上で授業に臨むことが多い。授業における教員のスタイルは、学生と教員間での質疑、対話による進行を徹底して用いるのが、 伝統的なものであるが、ラングデル式は、学生のプライドを傷つけ、過度に競争心を煽るものであるなど批判も多い。そのため、近時は、教員が主に内容を解説する講義方式の、授業を行う教員がいるなど、内容に応じて様々であるが、一般に、教員が授業中に学生を指名して、問いを投げかけたり、学生が挙手して教員に質問したりする頻度は高く、 そのようなやりとりにおける積極性、内容を高く評価する評価システムが取られている場合が多い。このように、ロースクールの授業内容は、法を学ぶというより、法律家として考える方法を学ぶことを主たる目的としているが、それは過度にアカデミックで、実務には役に立たないと批判されており、ほとんどの大手の事務所では採用した。 新人弁護士に独自に研修を行っている。ロースクール修了者の絶対数が多いため、単に学位を得たことのみならず、学校の評判や在学中の成績が修了生の将来に影響する。JD 家庭に所属する多くの学生は、1年目から就職活動を開始する。アメリカ合衆国のローファームは一般に契約法を 憲法等の基礎科目が組まれる一年次の学生の成績を選考の材料としている。それゆえに、大手内視は著名、ローファームへの就職を目指す学生は一年目に優秀な成績を収めようと必死に努力する。JD 課程の学生は一年次二年次の夏休み期間にローファームなどでインターンを行うが、優秀な学生は、 大手ローファームにサマークラークとして勤務し、そのまま同じファームに就職するという場合もある。ロースクールの2年次3年次では、比較的専門性の高い科目がカリキュラムとして組まれ、学生はそれぞれ進路によって、科目を選択することとなる。この時点で、すでに就職先の決まった学生も多いため、1年目に比べれば、多少のゆとりがある。 大手ローファームでのパートナー弁護士を目指す学生は、ロースクールで成績上医者に与えられる賞を取得することが一つのステータスとなるため、優秀な成績を収めるために、昼夜努力している。一年次の成績優秀者から、大学出版の法律雑誌の編集委員が選ばれる。編集委員の制度は、各大学に共通して見られるもので、放送関係者を中心に、 その存在の認識度は高く、有名大学の編集委員であったという実績は、学生時代の優秀さを示すキャリアとして高く、評価されるため、編集委員をめぐる競争は、極めて激しい。アメリカにおける州最高裁判所調査官は、ロースクールを終了したばかりの放送が1年交代で、務めるのが通例であるが、その調査官も通常は、 有名大学の編集員経験者から選ばれる。ロースクールの学費は概ね高額であり、奨学金や学士ローンが必要になる場合もある。学費は、ランキングが上位である、名門スクールほど高額になる傾向があり、諸費用を含めた年間授業料は、イエールロースクールで5万3000ドル前後、ハーバードロースクールや、スタンフォードロースクールでも5万ドル超となっている。また、 特に上位のロースクールでは、州立大学でも学費は、私立大学とそれほど変わらない程度に高額である、場合が多いが、州立大学の場合には、就民とそれ以外を区別し、就民の学生には優遇された学費が適用される。上位のロースクールに進学する場合は終了後に、高額の給与を受け取る、可能性が高いので、金融機関も、 定理などの好条件で学士を貸し付けてくれる傾向にある。ナショナルロージャーナル誌によれば、LS 修了者の40%は学生ローンを延滞し、その結果29%が集金手数料を追徴されている。この割合は、医学、工学、経営などの大学院の修了性より高い。よって、 何らかの学生ローンを借りている学生の3人に1人は一度は延滞している。全米法律専門職協会は全米のロースクールの就職状況を調査した年間を発刊している。2009年の年間によると4万4000人のロースクール修了生のうち8割弱である3万5千2名は修了後9ヶ月以内に何らかの形で、つまりフルタイムか、 パートタイムで就職したと申告している。就職した回答者のうち25%以上は人気付けの地位にあり、何らかの常勤の雇用を得た者は6割以下にとどまる。修了生の45%だけが常勤の弁護士として雇用されており、フルタイムの常勤弁護士となった者は4割以下にとどまる。加えていくつかのロースクールは就職した。 終了性のみに進路について報告するよう求めている。回答者の39%は、放送としては働いておらず、軍、観光庁、企業、または、ロースクール入学前の職種で働いている。残りの61%は弁護士として受け取る、初任給について報告しているが、その額は2極分化している。 弁護士就職者の34%の初任年収が4万5000ドルから6万5000ドルで、ある一方、25%は約16万ドルの初任年収を得ている。結果として、弁護士の平均的な給与を受けるものは非常に少ない。加えて86%の法律家が司法試験合格後6ヶ月後以降に勤務を開始したと申告している。 全米法律専門職協会によると16万ドル前後の年収を得る弁護士は全修了生の8%に過ぎない。これは上位10%の弁護士がスーパーローヤーとされてきたことを反映している。スーパーローヤーはトップ10校のロースクール修了生のトップ10%であり、16万ドルを稼いでいる。 of the remaining 90% with a law school debt that can exceed 20万ドル .The return on investment is very poor and can significantly affect quality of life as of 2010.The Bureau of Labor Statistics reports that the expected number of new lawyer positions is to be fewer than 60% of the number of graduates out of l o w schools. However, employment statistics vary by race, ethnicity, gender, age, location, and school rankings, for instance in the last recession in Los Angeles the public sector employment for lawyers was frozen for go years in the private sector in California proximetory 3 500アトーニーズはターミネーテッドイン2009。オーバーオールザエコノミーズカッティングローヤーズ。インワンデイン2009。8ファームズネーションワイドターミネーテッドサム800ロー。ファームジョブズ。アトリシャンアマング,グラジュエッツオブロースクールズアレオルソー。ベリーハイ。ウィズ39%レポーティングノットプラクティシング。ローアフター1イヤー。アフター10。イヤーズインロアーティアースクールズイットキャンエクシード。 90%。オンキャンパスインタビューズアマング、ロサンゼルストップロースクールズイン2009リザルテッド、インベリーヒューレポーテッドサマーソシエートポジションズフォーインスタンスアット USC, ザハイエストランキングスチューデントワズザオンリーパーソン、イニシャリーオファード A ポジション。アメリカ放送協会認定のロースクールと非認定のロースクールがあり、アメリカ合衆国の各州の司法試験を、 受験するためには認定校の JD 取得者であることが必要とされる。カリフォルニア州では例外的に非認定校の修了生にも受験を認めている。また、非認定のロースクール修了生が一定期間弁護士事務所等で法律実務の経験を積むことで司法試験の受験資格を得られる州もある。州の司法試験では各州共通分野から出題される。 卓越試験と手法の分野から出題される試験がある。大部分の州で7月末と2月末の年に回実施される。ロースクール在学中は事実上受験勉強がほとんどできないので、終了後試験までの間に司法試験予備校に通う受験生がほとんどである。LLM を取得した外国人はニューヨーク州やカリフォルニア州などいくつかの州で 司法試験の受験資格を得ることが可能である。このため、ニューヨーク以外の州にある大学のロースクールの LLM を取得した場合においても、ニューヨーク州の司法試験を受験し、同州の弁護士資格を取得する学生が多い。現在では、日本とニューヨーク州の弁護士資格双方を有する、ものの数が年々増加している。LLM の資格は、 アメリカの大学の日本校が提供しているプログラムにより取得することが可能となっている。この中にはテンプル大学ジャパンキャンパスのロースクールプログラムなどが挙げられる。ありがとうございます。